どうも、ビッグマンチャンネルです。おっ、始まりました。はい。で、もうランキング早速いきたいんですけども。そうですね。はい。毎回恒例ですが、ちょっとだけ説明をさせてください。はい。はい。まあ、キックボクシングにはですね、世界的に統一した協会がないので、はい。はい。誰がどれぐらい強いっていうのが、ちょっと視聴者の皆さんには少し分かりづらいところがあるので、はい。はい、まあ、谷山俊樹はですね、プロの目線で勝手にランキングをつけさせていただきます。勝手なランキングです。ルールの方もちょっと説明しますと、はい。対戦を想定するルールは、いわゆるザ・マッチのルール。そうですね。はい、肘なしのキックボクシングですね。そうですね。今、はい、世界的な、世界基準のキックボクシングルールですね。はい、まあ、ビッグバンルールでもあるんです。そうなんです。ビッグバンもザ・マッチと全く同じルールなんで。で、もう一つが現役の選手ですよと。はい。はい。いうところですね。本当に今、65以下で最強の5人ですね。で、例外はありますが、はい。日本で活躍したことがある選手。そうですね。うん、やっぱ日本で、うん。日本の大会に出てないと、タイ人のわけわかんない選手とか言われてもなかなか皆さん、ピンとこないと思うんで。はい。はい。はい、ということで、まあ、そういったところを含めてやっていこうと思うんですが、はい、お願いします。早速5位から期待です。お願いします。はい、じゃあ5位はですね、K1 世界王者の大和哲也選手です。はい。K1 世界王者が5位というところ。そうですね。なかなかね、やっぱ65ぐらいになってくると結構重いですからね。結構65ぐらいから外国人勢がすごい強くなってくるんで。でも大和選手本当に、この前、山崎選手を1ラウンド KO 勝ちして、で、9月に、佐々木大蔵選手にもダウン取って、これもまた左フックで、効かして、それでパンチでダウン取って、しっかり判定勝ちで防衛したんで、今 K1 だと本当に不動の1位じゃないですかね。山崎選手は今までその位置にいたような気がするんですよ。はい。だって実際チャンピオンでしたし。そうですね。はい。大和さんがそこの座を取った理由っていうのは何なんでしょう。結構ベテランじゃないですか。うん、大和選手はですね、ぶっちゃけキックボクシングとか、ムエタイルールにすごい慣れてる選手だったんですよ。はい。もう山田選手結構肘でも倒す選手だったんで。でもそれにようやく山田選手が K1 ルールに慣れてきましたよね。なるほどね。はい。だからようやくこのコツをつかみ出したというか、今の K1 ルール。肘も使えないし、膝もやりにくいルールなんですけど、それになんかうまくパンチを当てられるように、なんか本当にやっぱ爆発というか、うん、コツをつかんできたんだろうなっていう戦い方を見せてくれてますね。はい。それがベテランがこう盛り返してくるんですね。そうですね。やっぱ本来の強さを、大和選手の強さを見せてきたんじゃないかなと思います。わかりました。はい。はい。じゃあ4位の方行きましょうか。4位は、原口健人選手です。原口選手ですね。はい。この間のザマッチでもね、語れましたしね。そうです。もう、山崎選手を、なんか、本当実力で完封しましたよね。なんかあれ結構差を感じましたね、正直言って。あれはもう差を感じました、正直。山崎選手、あ、普通に負けたなと。はい。なんで原口選手、あれでまた株急上昇しましたよね。まあ、そうなってくると、この間ね、原口選手に勝った人がさらに上に来るのかとか、まあ、そういった発想にはなってくるんですけど、はい、どうですか、その、原口さん、今言ったように、ライズでね、最新の試合でちょっと負けちゃったりしてるじゃないですか。あ、はい。うん。その、原口ファンが気になってるのが、はい、まだまだ伸びるのかどうかと。はい。結構完成されてきてる感じも しないでもないというか、あ、どうですかね。いやでも原口選手まだ全然若いですからね。はい。いやまだ試合数もまだ20戦ちょっとしかしてないんで。実はそうなの。はい。なんでこっからまだまだいっちゃうんじゃないですかね。原口選手。頭いいファイターですからね。で、この前ペット選手やった時も正直もう差をどんどん詰めてってるんで、前やった時はもっと完敗だったんですけど、この前はもうほぼ互角の戦い見せてくれたんで、これからちょっと楽しみな選手です。はい。じゃあ第3位は。第3位は、ワン世界王者の秋元博樹選手です。そういうことですよね。はい。まあ、はい。もっと日本で活躍してほしいという気もするんですが。そうですね。ただ、前回65以下で僕、秋元選手1位にさせてもらってたんですけど、はいはい、まあ、あれからですね、まだ試合をしてないということで。まあ、といっても今月実はするんですか？そうなんです。今月試合あるんですけど、はい、うん、やっぱ半年以上試合してないんで、まあまあまあ、はい。まあ、これ今、半年にしてランキングつけてしまってるじゃないですか。うん、でまあ試合がやっぱないとやっぱちょっと必然的にランキングもその間試合してる人がやっぱどんどん上に行っちゃう、勝った人が上がってくるから、はい、そうです、そうです、うん、なんで今回は3位ということでさせていただきました。うんうん、ということは2位とか1位の人は最近試合をした人と、はい、最近試合してしっかり勝ってる選手ですね。うん、はい、じゃあもう2位を伺っていきましょうか。2位はですね、チャド・コリン選手です。チャド・コリンです。はい、なんかこれも新しい名前な気がちょっとするんですが、どうですか。はい、今ですね、最近で言うと直樹選手、あと中野選手、二人ともライズのチャンピオンなんですけど、もう圧勝です。1ラウンド KO、2ラウンド KO してるんで。もともとそこの日本でその試合をするまではどこにいた人なんですか？
いや、オーストラリアでもう活躍してて、もう日本でも何回も試合して、あの、カイト選手とかにも勝ってるんですよ。ああ、そうだった、はい、めちゃめちゃ実力はあるんですけど、多分格闘技業界の人にしか知られてないと思って、今やっぱ WKA のオーストラリアスーパーライト級チャンピオンですね。え、WKA ですか？WKA です。あれ ?WKA の世界王者がなんかどっかにいたような気がする。しかも同じ階級です。僕の WKA の。はい。あなたが世界チャンピオンです。ゲーム王者。やらせてもらってます、ね。はい。はい。となると、オーストラリアチャンピオンには勝っちゃう感じですか？いやー、ちょっとこの人やりたくないですね。でも、あの、まあ、組まれたらやるしかないですよね。そういうことですね。WKA の人に、あの、言われたら。はい。ベルトよこせと。はい。行ってくる可能性がある。はい。恐ろしい2位という。恐ろしい。恐ろしい、あの、挑戦者ですね。はい。はい。わかりました。はい。じゃあ、第1位の方。第1位は、ペットパノム選手です。そうなんです。まあ、これはね、はい、原口選手につまり勝ったと。はい。いうこと。はい。ですが。原口選手にも二度勝ってるという、うん、もう本当にペット選手は今最強だと思います。あれは原口選手に勝って、はい、グローリーとライズの二冠みたいな状態になったんですか？そうです。今ライズでも今世界チャンピオンっていう枠があの那須川天心選手とあのこのペットパノム選手だけあのライズの世界チャンピオン二人ですね。単なるライズのチャンピオンじゃなくて世界チャンピオン、はい、もうライズさんもその辺はもう本当に強い選手に勝てないと世界チャンピオンっていう称号を与えないんで、もう本当にこの二人はまさに厳選された二人なんじゃないですかね。本当に最強だと思います、世界に。あれは2位と1位の差は結構ある感じですか？それとも？でも、正直、チャド・コリンス選手のパンチ力だったら、あの、ダウン取れる可能性もありますね。あ、じゃあ楽しみですね、その辺の対戦するの。本当にチャド・コリンス選手はパンチ力めちゃめちゃあるんですよ。全然一発でポンって倒す力があるんで。テクニックで言えばペット選手の方が全然上だと思うんですけど、その、怖さがチャド・コリンス選手のがあるんで、これをやったら楽しみですよね。ただやっぱここに日本人がまた食い込んできてほしいですよ、ね。ああ、なるほど、ね。はい。で、まさに今度ペット選手と、今度引退試合で山田康生選手やりますよね。ちょ、これも楽しみですよね。山田康生選手もすごい強いライズのチャンピオンなんで。わかりました。ちょっとじゃあこの階級でも番外編的なお話を伺っていきたいんですけど、はい、実はその60キロで名前が出た中村選手。はい。はい、今回そう、どうしてもね、階級が5キロ刻みなんで、はい、中村選手ベストは多分62とか3とか。そうですね。うん、はい。いうところです。やっぱ中村さんは入ってこない。はい。いや、中村選手は、やっぱりこの5人には入れないですね。まあまあそうか。あと直近の試合でも、チャンヒョンリー選手に、あの、KO 負けしてるんで。そうかね。はい、うん。やっぱりそういう点から見ても、うん。まあ65以下のこのランキングには。入れない。うん、入れないと。あと、僕もう一人ちょっと微妙な体重って言ったら失礼なんだけど、その、中間的な階級で言うと、はい、人気選手のヤーマン選手って言うんですか？ヤーマン選手、この前、もう65キロで、白鳥選手とやってましたね。そう、65でやってますよ、はい、まあ、でもちょっとその結果もね、あんまり負けてしまった。そうですね、白鳥選手もやっぱダウン取られて、はい。はい、負けてしまったんで、うん、やっぱりこのランキングには、入れないなと、うん。そんだけやっぱ65キロは、層が厚いんで、選手層めちゃめちゃいますから、日本人もすごい多いし。はい。あの、谷山俊樹、なんでこの選手入れてないんだってなったら、ぜひ、あの、コメントください。あの、僕は全部、あの、返信させていただきます。ありがとうございました。